最近俺仲良くなった。言いました今。YouTube の人もやっぱり音楽関係の人です。ハブテルさん。言われてもハブテル、ハブテルさん。この前で初めてのチューブをあげちゃったじゃん。いやそうなんですよ。すげえくどい。くどい。のチューブ。そう。多分ね、島ちゃんが言うてから多分見に行ってる人が結構おると思う。マジですか？吉野君。そうやって嬉しいです。ピアノを弾きながら、あのコーラスとかも全部自分で弾いてるんで、あの楽譜とか出てないんで、絶対あの耳で聞いてるやつ。おいくら？300円くらい。300円ってそれ買いじゃろそれ。よし買った。それは買った。それだったら買う。ちなみにこの椅子はおいくらで？300円。マジですか？1個300円。あれ三脚あるんじゃん。マジですか？そんなん俺買おうかな。家族でちょうどいいじゃん。はい。俺買ってもいいですか？はい。お願いします。じゃあ、三つで1000円でどうですか？いやもうありがた。じゃあこれも一緒に。いやいやいこれ何かというとですね、ステンレスカトラリーラック、ダイソーで200円のものなんですが、これね横にいっぱい穴が開いてるでしょ。これがねもうね空気穴にしか見えない。やっぱりね一人用のこの焚き火台で使うにはちょうどいいサイズなのかなという感じです。で使った火起こしはですねこの中にということで、ぴったり収まります。先日作ったテーブル、こちらです。こちらなんですけども早速ですね車に積み込んでみました。車に積み込んで、使い勝手その辺をね見ていきたいなと思います。前回の動画だとですねちょっとイメージが湧きづらかったのかなというところもありますので、ちょっと細かいところを見ていこうと思います。この横ですね、この横は今空いてる状態です。空いてる状態でこの中にポータブル電源が入ってるんですが、横から出して、全て繋いでるという感じです。これならね、ポータブル電源の置き場所も、ずっと決まったままにできますし、この中の荷物も、まあ、すぐ取り出せるかなという感じです。これであれば、どっからでも開けられるので、おそらく使うものばかりを入れるようになるだろうなというのと、今まではねテーブルとコンテナボックス別々だったんで、まずテーブルを設置して、その上にコンテナボックスから出した荷物を載せたりとか棚に載せたりとかっていうのをしてたんですが、これはねこのまま下ろせばいいだけなんで、そういった手間もね省けるというものです。真ん中の足が上がらんけ。まあもうね。わ始まったほら。始まりましたね。転んでもただ上筋。なぜか朝日奈ミクルのフィギュアで、あの確かバニーガールバージョンで、あの文化祭バージョンあれでやってたんですよ。まあそれ見たから、お朝日奈ミクルじゃんって言ったらなんかすっごい目で見られた。もうゴミを見るような。それはすごい。ゴミを見るような。どこの奥さんも一緒なんじゃない。俺あのピアノの森っていう漫画があるんですけど、 あれがもうあの最後めっちゃ泣けるんですよ。あれ泣きますよね。泣く。さあいただきます。いただきます。いやうまそう。熱っ。これがあるけど楽しみにしてた。めっちゃうまいです。あマジですか。めっちゃうまいですよね、ちゃんと火が入って美味しい美味しい、あよかった。いやすごい美味しい。あの葉っぱ葉っぱゲリ葉っぱ64。それは賭けだ。全然分からんかったです。俺も分かった。答える俺ってすごいな。まだ我慢してる。
来るの待ってこうと思って。すげえ大人になりましたね。大人、ちょっとだけ大人だよ。50過ぎて。それは50過ぎて大人。どういう意味それ。チャリ買って、しまなみ海道走破しようと思ってですね、あのキャンプ道具持って、最初の島が確か40キロ先にキャンプ場があるんですって。だから40キロ行ければ往復80キロ、40多分まで行けますよね。借り刺されそうだよね。いや、そっちの心配をするじゃないですか、俺らは。ミニスカートで、なんかミニスカートとかでやるじゃん、借り刺されるじゃないみたいな。懸念としては多分だんだん求められるものが大きくなっていくじゃないですか。それにだから要求がね、もっと出せみたいな。そしたらどうするんだろうっていうのが、ずっと同じ服じゃできないだろう。おっぱい出すんかっていう感じだよね。お兄ちゃん何型っけって。あ、やっぱり なんかあるんですか。 A 型ってそういうタイプ、うん、あ、そうなの。無言で怒る。無言で怒る。へぇ、口利きがになる。あの、彼氏ができたとして、うん、3人で一緒に行くんだってこと。あ、3人ではいかない。彼氏ができて行く。お兄ちゃんと彼氏と3人で。彼氏が行く人だったら行ってもいいけど、あの、それって要はその趣味が合う人と、その自分の趣味は自分の趣味で楽しみたい人っているじゃない。一人で楽しみたい人と、あのね、一緒に楽しみたい人と。キャンプでもキャンプ好きなんだけど一緒に行くのは嫌っていう人もおるよね。で、いますよね、絶対。もう夕方ね、本当に。ああ、もう頻繁に泣き出したね。ここが小鳥の森じゃなくて、ひなみ沢になってきましたよ。謎持ってくる。症候群が出てきました。症候群。ガスが出てきました。ガス。気をつけないと。ガスが出る。これは日本酒ですよね。日本酒。だけこれは要は、萩と阿武町の6社が協力して。ハルヒは長と一気にもう集中してるからね、人気が。マジですか、うん、鶴屋さんでしょ。いやいや、どう考えても一択じゃないですか。長戸に集中してるって。マジみたいなもんじゃないですか。そうそうそう。あー、メインじゃないんだけど、ああいうみんな好きなんだよね、ちょっとボソボソ喋るよね。あー、いつの間にかあれですよね、ほんまになんかあの下ネタ合戦みたいになってるから、うん、あれ良くないですよ。良くないね。元戻さみたいな。戻るわけないわこれ。なんかの表紙にパッと出るけど、ね。戻す気なかったもん。ないね。父ちゃんめっちゃ生地作ってるじゃん。うん、このテーブルはくみちゃん家で作りました。では今回はこれが父ちゃんが作って、こっちがすみちゃんのところで作りました。ではコメント欄教えてね。チャンネル登録スイッチポチ。じゃじゃーん、この葉っぱはいい香りの葉っぱです。管理人さんがですね、すぐそこでローズマリーを育てているということで、ローズマリーをですね、ちょっといただきました。ステーキを焼くということで、じゃあこれ使ってみたらと。ステーキを焼いたいと思います。イエーイ！ということでいただきました。ね、ちょっとやっていきましょう。ちょっと焼いていきましょう。レッツゴー！はい。よし、こんな感じ。ダメ、下がって、もっと下がって、まだ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 、いいよ、近づいて、うん、近づき、これぐらい。ダメ、オッケー。厳しいですね。ピッ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 。どう、やばい、めっちゃいっぱい見える。見えるけど、なんか星の光でなんか気持ち悪くなりそう。星がありすぎて初めてこんなに見たの。ああ、そうよね。もんちゃんも初めてこれ。
かかってこいお化け、かかってこい、かかってこい。もうそんな人ったらほんまに来るかもよ。大丈夫、僕のパンチでやっつけてあげる。小さいやろ。キャラメルパンチでキャラメルぶん投げてやっつけてあげるから。キャラメルいないやろ。あ、いる。パンチ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 。また見てね、バイバイ。バイ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 。いかんせんね、目の前道路です。道路なので、まあ、夜にならないと、静かにならないかなという感じはするんですけども、まあ、ちょっとね、のんびりしながら過ごしてみようと思います。そしてどうですかね、これ揃え用としては十分すぎる広さだと思います。いつものようにね、後ろにはコット、ここにコットが置いてありまして、まあ、座るとですね、こんな感じなんですけども、足元全然余裕があります。で、こんな感じなので、雨が降ってもね、少々の雨だったら大丈夫だと思います。もう本当横殴りの雨で前から来られるとちょっとやばいですけど、そうじゃない限りでもね、大丈夫じゃないかなと思います。この首のあたりまでですね、しっかりガードしてくれるんで、自転車キャンプとかね、本当にいいんじゃないかなと思う。これ多分ね、ポリエステルの服だとこれぐらいでも絶対穴が開いちゃうと思うんですけど、全然びくともしてないですね。乗ることに関しては全く問題なさそうですね。Cスポートってやつです。でなぜですねこの自転車にしたかというと、よく分かりません。よく分かってません。もうちょいでローソンの辺とか行くんですよ。ああ、今俺今アルクに来たんだけど、アルクとマルク来たんだけど。マジっすか。うん、じゃあお待ちくださいませ。お待ちしております。すげえ快適じゃないですか。すごい快適よ。一人じゃ贅沢すぎるこの店。ねえ、そして荷物がめっちゃいっぱいある。なぜ一人なのにこんなにあるの。いやー面白いですね、やっぱ見るのは。まあね、人のテントなり道具なりはねえ面白いやろね。ほらこれ食った後にキスしちゃいけんやつや。相手もいないくせに。いや確かに。娘の同級生の親とかもテントを買おうとかって言ってるんですけど、何を勧めていいんか分かんないなと。で困るじゃろう。どういう方向でやりたいんかによって全然違う。そうそう、テントの中にこもりたいんか、ああもうテントは寝るだけに考えてやるんか。流し台のとこに張っちゃったんですよ、グループ。ああ、で上映会が始まって、下でスタンドバイミをずっと2時間見させられる。スタンドバイミ。しかもちょっといい映画なのかちょっと嫌っすね。
なんか興味ない映画だったら別に無料上映だったじゃん、無料上映絶妙なライン、ね、いやー、のぞき見た感じでちょっと久しぶりに見たいなみたいな白菜ぶった切り、ぶった切りでいきます、うん、なんと水晶剣でレイな感じでそう、レイな感じシャウとか言うてめえらの血は何色だっつっていきます。いや、こういうのも分かんなくなってくるんでしょうね、多分ね、最近の子は分からんね。一番下の男の子がいるんですけど、それと一緒にゲームしようかなと思って。おぉ、どのぐらい持つか。うちの子供とかあれですよ、もうこれやりながら、おい、おい、ぶっ殺すぞ。あー、ちょっと、痛い、痛い。それよりも、シャリ勝てるやつはいないよ。どちらのゴールでも変わらないもの。そのは俺たちの人生で、俺は友達で。よし、ウルヴァリンでぶっ殺してやる。ウルヴァリン黒持ってんだよ、うちはな。戦うしかない、ここは。戦うしかない、ここは。おお、すげえ、やったー。1位やったー。やりました。やったー。